はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日行われる予定でした、はい、コンティニューボリューム6なんですけれども、台風17号ターファーのせいで中止となりました。本当楽しみにしてくれてた、皆さん、そして内地からもね、飛行機乗って来てくれた、そうですね、方もいたらしい、すでに、あ、はい、もう本当に申し訳ありません。すみません。ターファー、全部お城のせいだから、まあ、身によってはね、それぞれの運気と。日頃の行いと、ね、日頃の行いどれだけ徳を積んでたかっていうまあまあ、うん、まあ、まず、はい、まあ、今回の、ボリューム6に、はい、ゲストとして迎える予定でした、まず宮田さんもですね、台風の影響で、キャンセルになってしまって、だがしかし、フロムフリーク、はい、大地が、はい、結構前乗りして僕早めに入ったんで地元にやってきたんで、はい、せっかくね、沖縄にいるんで、はい、それインスタライブしようと思ってね、やっております、はい、いや、よかったです。これ何もなかったらもう俺何しに来たの、何しに来たんだろうみたいなどれぐらいぶり沖縄は。沖縄はでも5月に、あ、だからインスタは西原シティ、そうそう、西ティ出た、西ティね、我が、そう、我が地元、大丈夫停電なんか西原、いや、すごいみたいで、なんかね、停電中、多いよね、停電してるところ。停電した時は、まあ、停電というかさ、台風の時はね、その時は我々、あの沖縄人何をするかというと、決まってますか、ね、うん、まあ、決まってますか、乾杯しましょう、こればっかりは乾杯しましょうね、ちょっとね、じゃあ、すいません、ちょっと中止になっちゃったんですけど、はい、もう台風の日はもうオリオンビール飲むしかないと、はい、じゃあオリオンビールの乾杯の仕方をやりますので、はい、カリーでお願いします。カリーでお願いします。グスーよカリーサビラカリー乾杯という、美味しい、大盛り上がりです。まあ、でも今回ね、まあ、コラボの曲だったり結構ね、そうっすよ、なんかちょっと用意してたんですけどね、練習もしたし、はい、いい感じ、音源も作ったりね、いろいろやったんですけどね、本当に、ね、なかなかね、ちょっと残念というかも、まあでも、もともとさ、はい、まあ、俺らもスカイザリミット4人組のボーカルグループでフリーク4人組っていう共通点があって、はい、いろいろイベント一緒だったりとか、うん、ツアーちょっとやったりとか、うん、の中、ウチナーチュが本当にこの3名っていうね。あ、そうですね、確かに、はい、なんか最初から親近感がね、あ、まあ、そうですね、もう俺は大城より大地の方が親近感なんでなんでなの、まあまあまあ、確かになんでなの、納得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 、確かなんだね。覚えてますよ、僕大地くんが初めて二人見のライブに来てくれたのが串川のイオンなんです。そう、串川のイオン行ったんですよ、一番最初に。1年目だよ。そう、1年目、それこそ X ファクターの後が終わって、終わってすぐぐらいの時に、その若い高木くんが、まあ、知っててくれて、ちょっと、まあ、終わったら裏切なよみたいな、覚えてるよ、せっかくだからみたいな、で、行ったらなんか疲れたかわかんないですけど、すげえ冷めたい顔で俺のこと見てて、なんだこの人は冷たい人たちだなと思って冷たい人たち、ああ、もう嫌いだと思ってなんかオーディション受かって調子乗ってるんだあの、間違いない調子には調子には、俺って調子乗ってたからあの時は調子には乗ってたな初めて共演が、確か東京なんですよ。あ、そう、東京、エイジア、エイジアだ、ライブハウスで8人とも、あの、照れながら、どうもなんて言うて、あの、挨拶を交わしまして、そうそう、つながりが、フリークのプロデューサーの和田さん、はい、って人がいて、スカイ・ザ・リミットのザ・レイって曲を書いたりとか、結構あの、松尾さんの仕事で、明日、明日で仕事してる方だったんで、うん、なんか、それ共通のつながりというか、うん、そういうのもあったりしながら、うんうん、そうそう、まあ、フリークは6年目もう、いや、7年目ですかね、7年目、もう7年突入みたいな。それこそね、一緒にツアーやったじゃないですか、うんうんうん、グルーヴ&ハーモニー、そうやって、でその後にまたあの福岡で、これまあちょっと裏話というかなんですけど、はい、福岡でイベントをやろうって言って、うん、フリーク一応イベントやったんですよ、なんかベースって言って、その時はスカイミもちょっとお声掛けしたんですよ。それで、でもちょっと難しいですねみたいな、それが大体ね、2018年かな、の5月ぐらい難しいなんでみたいな、それぐらい、まあ、決まっちゃってる時だよね、そうそう、あだからあれが決まっちゃってる時、あんななんか仲良くしたのに急になんか突き放すなって思ったらわけがあったんですね、解散するみたいなまあでも使
疲れ見合ってて出会ったっていうね。ね。出会って今が今回のイベントも組み出し。コンティニューもそういうコンセプトですからね。そうですよね。疲れ見の時にいただいたご縁とジャイさんをコンティニューしていきたいという意味で。それが叶わなかったわけですから、今回。今回ね。そうね。タファのせいでね。タファフミにしたわ。タファフミは。ああ、いいね。タファフミワンマン1号。言えない。1号とか。まあ、またね、本当にこのメンバー、宮田さんも含め、4人でできるように頑張りましょう、本当に。今回行きたいんで、呼んでください、まず。ああ、じゃあ本当に。ちょっとフリークのバトル、元気ゆき、見てる？呼んでください。結構来てるもんね。あ、僕は、もう今年2回福岡でライブ。福岡行きたいマジで。なんで呼ばないの？あ、だからね、一緒に行ってるもんね。いやいや、それは冷たい男。冷たくないよ、違うよ。まあ、あの質問タイム。いやー、すごい。ちょうど最近、うん、このふみちゅ TV の企画で公開生放送っていうものをやったんですね。はい、で、それに初回に前田くん来てもらって、うん、いろいろ質問攻めをしたんですけど、うん、ちょっとそれを大地くんに食らわしても、あ、いいね。食らわしてみようかなと。食らわそうぜ。そうですね。あ、リリースしました。あ、したばっか。あ、エンプティ。そう、エンプティ。しました。聞きましたよ。最近ミュージックビデオも出たんで。そう、これは今のところ配信。今配信してます。うん。あ、でもなんかこれからなんですけど、マラソン。あ、はいはいはい、アンバサダー。ああ、そうそう。やってるよね。マラソンを走るのが。あ、やば。多分一番しんどいと思う。毎年出てるの？いや、一昨年は雪だけ走って。ああ。やば。で、今年はみんな走るってことね。何月？11月です。お、再来月じゃん。42.1km。 いやいやいや、フルフルで走るの。フルークですよ。だから、あの、俺ちょっと作戦考えたんですけど、受けてみます、受けてみます。4人で走るの？4人で走るの。マジで。あ、まあ、なんか、学生の頃部活してた。あ、野球してました。お、高校まで野球してたけど、長距離はちょっと苦手なんで、短距離得意。あ、トレーニングですか？あれですね、あの、指一本で腕立てするとか。なるほど、ね。結構ガチ勢。あと、あのガチ勢。うさぎ跳び、後ろに手組んで。古風な。そう、飛ぶとか。なるほど。結構古風。水飲んじゃいけないとか。あ、なんか結構あ。あの時代でね。うん、そうそう。待てよ。全然。あ、待てよ。大して天然だよ。どんなトレーニングしてるの？指って。あ、でもそういう方もいっぱいありますけどね。まあ、いっぱいありますけどね。決めきれないんですいや、まあ何が、まあでも音楽してるときやっぱ楽しいですよ。それでなんか、やっぱライブ、ワンマンやってるとき、やっぱ最高さがあるわけね。行きましたよ、セップ福岡の。ね、あの、元気くんの、あの真っ赤な衣装が私服だっていうボケがすごい面白くて。そこ、うん、面白かったです。そこか、元気くん。1年後はまあでも俺らもね、あのエレクス離れてばっかなんでフリーでやってますけど、ね、そこからやっぱ今までお世話になった人とか、ね、出会ったそのコミュニティを大事にしつつ、これからもっとやっぱその人たちのためにもね、ゼップよりも大きなステージというか、お客さんを増やすとか大きいところに行くっていうのはまあとりあえず、ね、1年後の目標。ちなみに、はい、フリークに加入するとしたらどっち？はい、絶対ヒデポン。早くない？あ、絶対早くない？ちょっとだって2秒は欲しいわ。多分噛み合わないと思う。いやこれさっき車の中で話したんだけど、もう疲れ身4人ともずっともう変あの、ちゃんと会話をしてもストレートで返ってこないと。いかにフリークの4人がまともなんだなと思ったって。そう、なんかナックルとかで帰ってくる感じ。キャッチャー取れませんからね。そう、とかで帰ってくる感じ。わ、なんかね、僕が山に対してあの溜まってたものをこうパッと剥げ出した時に、うん、山がそれに不服だったみたいで、ね、すごい怒って、うん、家のシャッターを、うん、当たっちゃって、うん、あれと思ってびっくりした、うん、なんだよって、うん、おなんだよ、俺変なこと言ったかよってなって、揉めそうになった時に前田氏が、うん、あの当時27歳ぐらいで単身以外チャラいでおなじみの前田さんが、もう靴も尖ってるし本当に靴も心も心尖ってる。
心は尖らせないね。靴が尖ってたら心尖らせダメだもん、偏見ですよ、それは。服の尖りは心の尖りです。違う。で、あの、まあ、おいおいおい、ガキども、人に迷惑をかけるじゃない、怒られて、まあ、さあせんっていう感じで、まあまあ、収まったんですけど、あれが多分最初かな、うん、最初の喧嘩かな。だから、俺は逆に嬉しかったわけ。大城って怒れるんだ、みたいな。ちゃんと表現できるんだ、みたいな。顔見たらめっちゃ鬼みたいな顔してたから、あ、いい、めっちゃいい、みたいな。フリークってなんか意外と喧嘩しそうじゃないですか。しそう。しないですよ。口論とかにはなるんですけど、殴り合いみたいなものはなくて、でも一回だけその元気と勇気が殴り合いしたっていうのが違って、うん、まあでも兄弟双子だから、まあね、まあ、兄弟喧嘩ってことでもあるしね。兄弟喧嘩だしいいかなと思って、うん、そしたらスタッフの人が焦って止めてくださいみたいな。でもグループに双子がいるってすごいよね。え、これってあのファンの方って、うん、勇気くんと元気くんでも分かれるの？あ、分かれる分かれる。お、あとね、性格がやっぱ違う。へえ。やっぱね、元気の方がやっぱお兄ちゃんなんだなっていうか、なんか今までそうなんね、ただいろんなことを勇気に譲ってきた、あ、なんだなってすごく思う。今これ例え話ですよ。あの、実際は話しないけど、シュークリームが例えば3個あったとして、サトルトが1個ずつ食べて、で元気が1個取ったとしたら、元気はそれをちょっと食べるみたいな、半分切って勇気にあげるみたいな性格なんですよ。なるほど。そう、でも勇気は多分そうかもしれない。ああ、オリオンビール美味しいね。美味しい、やっぱ。CM と歌いね。うん。やってたですか。また。やってたじゃん。もう一回。美味しい。飲みやすいよね、やっぱ。非常に喉越しが良くて。飲みやすい。ん？喉越しが良くて。すごい。綺麗なアピールされてます。じゃあ、お歌の方そろそろね。お歌のコーナーになったらなんか急に役に来られた。いやいや、そもそも喋んなってことじゃん。さっさと歌えます。歌うとき教えてっていう人が。歌うとき教えて。これから行く。じゃあ、これから行く。これから行く。これから行く。じゃあ、最後にあれ行こうか。はい。Sky is the Limit の曲ではありますけども、和田さんの曲ということ。そうですね。そうですね。共通する、本当に。3人で歌う意味は全然あります。うん。The Day という曲を聴いてください、うん、救急車行ってからね、救急車行ってからね、そこに譲ってね、そう、助けに行ってますから、ね、大事ですか。
泣いた夜もある、僕なら君の悲しみも思い出に変えられるよ。 Promise you When I say I love you I really love you。
よみがえる日は長そうそコンテニューボリューム6、はい、あこれ6なの幻の6幻の次7なのかな6プラスにするあいいや6 iPhone みたいな6プラスポケット入らない6プラスね、はい、という感じで良い週末を良い週末をまあそうか、ええ、じゃあまた次回のコンティニューで、はい、お会いしましょうということで、はい、ありがとうございましたありがとうございましたおやすみなさい。